ありがとうございます。今回は春巻きの皮を使って簡単料理を作りました。材料、春巻きの皮8枚、ウインナー8本、大葉8枚以上、スライスチーズ8枚。まずは大葉の先っぽを切り落とします。次に水に片栗粉を入れます。小さじ1くらい、よく混ぜます。次に春巻きの皮を角の方を手前にして、まな板の上に1枚置いて、その上に大葉を1枚または2枚乗せて、その上にスライスチーズを乗せます。その上にウインナーを置いてから、春巻きを巻くように巻いていきます。最後は水片栗粉を皮に塗って剥がれないようにします。春巻きの皮ってどうしてこんなに剥がすのに硬いんですかね。破れそうになるくらい硬いから大変ですよね。サラダ油を底から3センチメートルくらい入れます。油を170度くらいにします。菜箸を入れてブクブク泡が立てば、だいたい170度くらいです。170度くらいになったら弱火にして焼き上げていきます。ここで注意するのが、必ず弱火にしてくださいね。どうしてかというと、スライスチーズが溶けてきて、やばいほど油が跳ねます。実際こうなります。これは、弱火にしないで揚げた時です。マジで焦ったので、必ず弱火にしてから揚げてくださいね。弱火にしてからでも10秒上がります。1分くらい揚げたらひっくり返して、1分くらい揚げていきます。お好みの焦げ目がついたら火を止めて油を切ります。とても美味しいので、ぜひ試してね。